今日なんですけども、タランドゥースオオツヤクワガタの産卵セットを取り出していきたいと思います。見てくださいよこれ、ほらもう羽化しますよ。これもう超羽化しそう。よくこんなに産んでくれて本当にありがとう。おはようございます。アイミヤです。今日なんですけども、タランドゥースオオツヤクワガタの産卵セットを取り出していきたいと思います。で、今回は2セットありまして、その2セットある中の産卵セット2セット目ですね。1回目はもう1ヶ月ぐらい前に取れて、2回目を今回ね、取り出していきたいと思います。まあ、正直ね、取れてるかどうかわからないんですけど、まあ、1回目はちゃんと卵とか幼虫取れたんで、今回もいるんじゃないかなと思います。ではね、早速ねやっていきましょう。ではお願いします。で、今日は、2セット用意してますので、あげていきましょう。まあ、あのね、この子は、お父さんが 82.5mm、 お母さんが 81mm ですね。で、第2セットなので、この動画オクラになる可能性もあります。幼虫が取れなくてね。早速やっていきたいと思います。あー、もう触ってみて、もうここら辺が柔らかい。あー、これ手でいってるかな。あんまピンセット使って手でいけそうだな。これ手でいった方が一番手っ取り早いんで。あ、いい、花が、本当はマイナスであれば削っていくのがいいんだけど、やっと花から取れてほしい。産卵セットは6月の13日、6月に中旬ですね、にセットしたので約1ヶ月。僕は産卵セットでメスが台に潜って、そっから1ヶ月間。ここに1ヶ月後に僕はね、割り出すようにしてますと。わ、すごい。あ、まあ全然手で割れるところは、には産卵してないみたいですね。これ。全然産卵してませんね。硬いところに。でも、お、取れてほしい。取れててほしい。さあ、どうなんですかね、これは。ちょっとわからんな。幼虫の食根があればもう確定なんですけどね。今のところ幼虫の食根は見当たんない。いやー、これいてほしいな。はっきり言っていてほしい。今期は幼虫をね、たくさん育って、数をね、こなしたいと思ってるので。さあ、皆さんいきますよ。オープン。嘘でしょ。え、突き破ってる。気づかなかった。で、幼虫の有無なんですよね。映ってるかな？いました。無事に。だけど、俺が驚いたのは、孵化したてっていうね。あ、思ってたより君時間かけてたんだね。じゃあ、ちょっと取り出そうか。これね、慎重に行きたい。本当はね、結構時間経ってるはずなんだけど、ちょっと急遽予定を変更して、プリンキャップに移します。本当は結構成長してて、そのままね、プリンキャップの菌糸に入れるつもりだったんですけど、ちょっと羽化したてだったので、急遽ね、予定を変えて、こういう場合は僕はね、食根を、うわぁ、入れ！ここにちょっと入れてあげて、そこでね、ちょっと軽く育てます。軽くって言っても、どんぐらいだろうな。1週間ぐらい、こん中でちょっと育てます。食根を入れて。これ本当に、めったにやらないんですけどね、こんなこと珍しい。まあ、これもね、ある意味動画にできたからいいのかなと思ってます。羽化しただと思わなかった、マジで。あ、やべ。あ、大丈夫だ。潰しちゃうなって。卵の殻だった。一瞬幼虫かと思った。危ない危ない。これ本当に、このね、ここら辺、このタイミングって結構繊細だから嫌なんですよね。あ、結構数多そうですよ。うわ、ぶね。うわ、見てください、これ。羽化してないよ、答えますよ。これもう、羽化しそうです、これは。超羽化しそう。これはね、この台の一番上に置きたい。これやらかしたかな、ちょっと。もうちょっと、ああ、これちょっと難しいな、これは。本当は台の上に羽化を確認するために、孵化をですね、ごめんなさい、孵化ですね。うわ、え、結構産んでる。色が白い、そして。わ、これはでも、ある意味ちょっと、いい映像かもしれない。うわー、このタイミングか。ちょっと僕は驚いてますよ。1ヶ月待って、これですよ。いやでも、嬉しいですよ。もちろん。慎重にね。慎重に。ここでちょっと育ってます、僕は。このプリンタップでちょっと育ってます。とりあえずこんぐらいにしとくか。結構湿ってるのはこの際。材というか、削ったカスって言ったりでしょうか。じゃあこんな感じでね、入れて、ちょっと、1週間ぐらい
放置します。いや意外、本当に意外。あ、でも100かな。2セット目これ数多そうだな。ちょっと割っていきましょう。でもこの時点でもう見えます、この時点でもう結構いますもん。なんだろう、あーちょっと厄介なタイミングだったかな。もうちょっと遅っけ、ここら辺って割った瞬間にもっとボロボロ出てくるんじゃないですか、もしかして。あ、よかった、いない。いたらちょっと困ってた俺は。いや、いてくれてるのありがたいんですよ。はい、お母さんです、お母さんです、お疲れ様です。ちょっと取らせてもらいますよ、お母さん。ここにね、はい、お母さん無事に産んでくれてありがとう。結構元気だね、この子も。結構範囲も広いっすよ、これ。見てください。結構広範囲に産んでるかもしれない、これは。それか、もしかして、ここで2セット目、3セット目を産んだのかな。2セット目、3セット目って、なんか、2回目、3回目の産卵を取れそうなかもしれない。そんなこと、聞いたこともないけど、俺は。あ、え、でも、卵腐ってる。もう、うわ。見てくださいよ、これ。ほら、もう羽化しますよ、これもう。これ動画撮り終わった頃には羽化してそう、なんなら。すごいな、これ。うわー、卵なんだ、まだ。卵はちょっと上の方に置きたい。ここら辺、バリって。うわ、もう俺の手に幼虫が乗ってる。これはちょっと危険です。めちゃくちゃ、ごめんなさい。数はちょっと数えられないですね。ごめんなさい。申し訳ないけど。あのね、ちょ、それどころじゃなかった。ここにもめっちゃいますもん。うわ、あ、結構いますよ、これ。もしかしたら20近くいるかもしれないですね。でもこんな感じにしましょう。こんな感じ。うわ、もう出て、掘れば掘るほど出てきますよ、これ。いや、でも、こんな羽化しちゃった後は正直思ってなかったです、僕は。いやー、いいですね、これは。いや、僕嬉しいよ、本当に。めちゃくちゃ嬉しいですよ、これは。多分、本当羽化昨日とか今日の個体ですもんね、こいつら。色がもうそうだもん。いや、ここ取るの難しいな。かといって、スポンジ製のピンセットでやりたいと思ったぐらい。取るのが難しい。いやー、これちょっとピンセット使いたくないな。マイナスドライバーも使いたくない。あ、いけていける。で、これを。あ、よかった。よし。はい。どうですか？見えます？いや、無事ね、取れましたよ。いやー、素晴らしい結果。で、数はね、さっきも言ったんですけど、把握できないんで、2セット目でこんなに数取れると思ってなかったです、さっき言って。これはもう、このお母さんに、皆さん、褒めてあげてください。このお母さんを。よくこんなに産んでくれて、本当にありがとう。こんなに産んでくれて。僕は嬉しい限りですよ。休ませて、また3セット目行くかもしれない。こんだけ元気だったら。はい。大量に取れました。数はわかりません、はっきり言って。じゃあ、次のセット、行きますか。はい。2セット目、やっていきましょう。もうね、あ、すごい湿ってる。ここにいるんですよね、お母さんが。もう見えにくいけどいるんですよ。見にくい。早速やっていきましょう。いやー、この子はどうなんだろうな。あ、硬い。この子は 51.9mm と、お母さんが 52mm ですね。あ、硬えな、これ。ちょっと、マイナスドライバーの出番かな。これ使いたくないけど、マイナスドライバーの出番です。もうすぐそこにお母さんがいるんで。OK。まずここら辺さえ壊すわ、あとは。大丈夫、じゃあお母さんいます。え、でもよ、形状的にあんま散乱しなさそう。え？あんま散乱しなくないか、これ。これはゼロの可能性あると、普通に。ゼロの可能性高いな、これ。なんか、ここら辺にあればいいんですけど、なさそう、普通に。あ、動きはすごい元気だな。うわー、なさそう。てかもう、台がなんか、え？べちゃべちゃしてる。これ？これゼロの可能性高いぞ。これに関しては。今まで見た中で一番、なんて言うんだ、台がべちゃべちゃしてる。で、逆によくこのところに散乱したな、散乱しようと思ったなっていうぐらい。芯が柔らかい、まず。いや、いなさそう、これは。どう見て。あ、わからん。ここから開けてみ、あ、柔らか。あ、いないな、これ。いないと思います、これは。え、散乱してないのにお前潜ってたの？逆に。いてほしい、せめて。うわ、いない。これはいませんね。はい。もう全然、このべちゃべちゃですし、この側面とかによくあるんですけど、なんでこうなったしっていう感じですね。これは初めてのですね。初めての経験ですね。こんな材がべちゃべちゃになるんだっていう。側面にも全然産んだ形跡ないですね。まあ2セット目でね、あるんですよ。こういうことって、普通に。タランドゥースのメスは。なので、逆に、まあ今回はこういうこともあるよっていうね、動画にできたんでよかったかな。うん。
完全にないですね。まあ、これはしょうがない、生き物なんだね。というわけでお疲れ様です。結構潜ったのが早かったんですよね。でも結構元気なんだよまだ、まあ、この子も引退ですかね。お疲れ様、立派だったよ君は。ちゃんとね、でも第一セットではね、第一セットではちゃんと産んでくれたんで。よし、じゃあエンディングに移りますか。なかなか話してくれない。はい、というわけでエンディングです。今回の結果なんですけど、まあ、この子のメスか、この子からはね、卵一つも得られませんでした。まあ、でも、まあ、2セット目なんでね、さっきも言ったんですけどね、まあ、生き物なんでしょうがないかなと思います。そしてこの子、まさかまさかこのね、孵化してたとは思わなかった。でもね、正直数えきれないほど取れてます。はい、2セット目にしてはよく頑張ったのかなと思います。この子たちは引退させてあげようかな。もう結構頑張ってくれたしね。あとはゆっくりと余生を過ごしてもらおうかな。というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。この動画良かったと思う方はチャンネル登録、また高評価の方お願いします。またコメントでね、やってほしい企画とか、こういう動画見たいっていうのがあればね、コメントぜひしてください。聞きたいことが終わったらぜひぜひどうぞ。それではご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。